どうも、こんばんは、エネムです。さあ今回は、ついに始まりましたバトルフィールド1の、オープンベータということでね、先行アクセスをさせていただくことができたので、やっていきたいと思います。試合始まったばかりか。ちょっとね、一通り陛下をやっていきたいと思うんで、最初アサルトからやっていきましょう。どっから行こうかな。飛行機はもう出てるか。じゃあこれでいいや。装甲車の中にね入っていきましょう。さあこれ味方だな。お、旗取るのかい。お、取ったか。こんな小さい中に5人もぎゅうぎゅう詰めで乗らされるって本当どういう気持ちなんだろうな。無限か、これ。何、オーバーヒート的なやつもない感じなのかな。だとしたらすげえ強いんだけど。今いなかった、そこ。あ、瓦礫か。で、まあ、1、2試合やらせていただいたんですけど、やった感想は結構動きがもっさりしてる。結構っていうか、なんか本当に昔の、まあ、第一次世界大戦なんでね、銃とかもほとんど知らないですし、結構動きがもっさりしてますね。あと兵士がよく叫ぶ。よく叫ぶ兵士が。さあいるぞ。おっと、これ俺ではダメージ食らわせられないタイプかな。でちょっとアサルトの、陛下の紹介をねしていきたいと思います。アサルト、これは装甲車とか乗り物を破壊する陛下なんですけど、こんな風にね爆弾を投げて、今当たらなかったの、よいしょ、破壊することができるんですけど、当たってないですねおかしいな当たるはずなんだけど、動画内で。死ね死ね、よいしょ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 、当たったのかなまあ多分今の破壊できてますね。降りたかな、降りたと思うんだけど隠れてない。もう一機逃げたか。いやまずい、あそこにいるのはまずい。まあ今みたいな感じでね、爆弾を2種類、持ってますね。PV にもあったなんかつぶてみたいなやつ、キュポーって抜くのか分かんないですけど、チューリップみたいなやつをね投げるのと、自分でね投げて起爆する C4、 マジ、それは聞いてない。 C4 みたいなやつね、あれも持ってます。破壊する手段が結構いっぱいあるんだろうけど、火炎放射器どこで取るんだろうな。馬か、ちょっと馬に乗りましょう。あ、馬乗れるか。よし。でこの馬乗ったら強制的にこのショットガンに切り替わるみたいで、馬乗ったままで撃てるんですけど、まあ3人称視点ってことで。さあ行こう。これ馬のダッシュの仕方がよくわかんないんだけど、できんのかな。多分普通にダッシュするのと同じではないかと思うんですけど、 B がなんか若干削られてるから B に向かおうかな。でね、馬はロードキル本当にされやすいんですよねこのマップすごい真ん中の旗 D かな、 D 旗が住宅街になってるんですけど、あ、やばい、スナイパーがいる。住宅街になってるんですけど、だいぶね、あ、 D じゃねえわ、どこだっけ、 C か、いや D だな。よし降りよう。ちょっと強制的にショットガンになっちゃうのが、やったぜやったぜ、強い。まあね、なかなか強いですねショットガンも。今の距離2発で殺せるならまあ十分といったところではないでしょうか。エイムしたらの話、腰ダメでは多分一発も当たらない。いや一発は当たるか、頭出してんだろ、知ってるぜ、いない。さあここの住宅街だいぶ混戦状態になるんでね。あ、いた、そこにいるな。ええショットガンさん、ショットガンさん、ちょっと危ねえ。ショットガンなのに今のはちょっとね、ショットガンのあれを下げるみたいで、よいしょ、やべ、やめろ、よし、これがショットガン。一発外しても時弾当てればいいんだよ。さあ、この辺に1匹逃したやつがいるはずなんだけど、逃げたのかな。今みたいな感じでこの住宅街本当に角曲がった瞬間とか、自分がねちょっと走ったらもうそこに敵がいるみたいな、ばったり出会ってしまうことが多いんだ。いるね、
こんな広いところ走りたくないんだけど。右から来そう。来ていない。だからそこにいる。よし、次。あー、後ろか。まあ一人やったからいいでしょう。じゃあそろそろ次の陛下を見せていこうかな。この陛下メリック、まあ従来のね陛下でいう突撃兵みたいなもんですよ。まあ回復パック出してしか知らないんですけど、味方蘇生できるのかな。あんま使ってないですね、まだ。言うてまだ2、3試合しかしてないんで。ちなみにこの銃単発銃ですね。で、やっててびっくりしたのが、走ってる時に丸ボタン、格闘ボタンを押すとね、走ってぶっ刺そうとするんですよ。わわ言いながら。で、これが吹き替え版の時にどうなるかっていうのが、まあ個人的な楽しみではある。さあ C が結構バリ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 やってるんだが、あんまいそうには見えない。あの建物にいるのかな。装甲車もいるし敵近づいてこないと思うんだけど。この建物から敵が湧くのを待とうか。あそこにいるね。味方撃たれてく。はい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 、いらっしゃい。追い詰められて出てくるね。はい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 、今上に一人登ったね。こんにちは。あ、いない。そう、登ってくっかなこれ。はい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 、いる。くそ、いやー、キツインゴー。なかなかリロードが長いですね。でもまあまあロマンのあるリロードですね。おっと、向こうに行ったかな。さっきのやつ戻ってこないかな。向こうの方が死ぬ確率やべ。あぶねー。いやー、後下にいたか。多分投げてきたやつだな。ちょっと突性のいいところを見せきれてないっていうのがあるんですけど、真ん中の旗を維持したいけど取られるか。これこの仲間から湧こう。真ん中の旗をね維持したいっていう気持ちあるんですけど、この突撃の持ってる単発銃なんですけど、なかなか連続で撃つと跳ね上がってですね。これ開けれんのかな。オープンザドア。よし、いそうにないな。チャーリーがなかなか押されてますな。ここにいるんだろう。よし、やったぜ。さてこっち側から行こうか。あ、いない。あ、いない。てっきり裏取ったと思ったんだけど。C を押してるぜの裏取ったと思たんやけどな。やべ、エイムがクソクソ、エイムがバレちゃう。ほっ、いやー、これバレてんのかな俺の場所。よーし、今絶対あいつ足くじいてたろ。いてみたいな声聞こえたぞ、心の声が。これ開けれる、開けれんのかな。開け、開け、ごま、開け。あ、開かね。開けれるんだろうけど今開くことができない。こっちから来そうだけど、あの装甲車は敵のか。あー、俺に破壊する。いや、装甲車だらけじゃん今思ったら。アサルトに変えてえな。さっきの絶対仕留められてた自信がある。馬で移動するか、目立つかな。さすがに C 取られたの結構痛いんだけど。いやー、ダメだな。おとなしく引こう。装甲車2匹もいるとなかなかにきついもんがあるから。銃でね。いや、くそ。いや、まあまあ正面にやったやつはやったから。
装甲車てっきり銃でねダメージ入るのかと思ったら入らないですね。あ、待って、次の、サポートに行きましょう。これ多分サポートまだ使ってないんですけど、援護兵ですよね見た感じ。っていうか多分援護兵普通に。そして LMG かっこいい、上にマガジンが。これなんだっけな、あのレインボーシックスでタチャンカー持ってる LMG、 レインボーシックスあんまやんないんでわかんないんですけど、まあ、このバトルフィールド1のベータをやっててふと思ったっていうか普通に持った感想がやっぱスターウォーズバトルフロント、うーバーダブルキル、うわガス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 、ガスマスク装着。このね多分陛下全部の陛下ね一人ずつガスマスク持ってるんですよね。こっちにいるな今撃ってきたのドイツだ。だね、ガスマスクつけてたらはあはあはあうるさいし、視界は狭くなるしね、ガスが塞ぐ以外ではかっこよくても多分つけないです。てて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 て、スナイパーあぶねー。さあ来いよ遊ぼうぜ。 LMG なかなか強いんですけど、やったぜ。反動も少なくてね、弾もまあそこそこ。くそ当たんね。ててててててて、おっとっと怖い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 。女ら女らって言ったね今。上に今いたか、人影見えたんだけど。いてて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 、あーそこか、あれはきついな。裏取ろう。さあ前を通りな。通んないかな。いやーすげえ右後ろで音が聞こえる。今さっきここにいたんだよな。ああれかな、もしかして。あ、味方だった。あー危なーし、あぶねー。ちょっとメディックが欲しいなーとか言ってみたり。あそこにいるんじゃないかな、いた。どこ行った、顔出せ。降りた、あ降りてるね。じゃスポットができるのかなこのゲーム。いつもとボタン配置が違うんでできるかどうかは分かんないんですけど、これ何、あ馬か。 D を取られたくないから俺ちょっと捨て身で D 特攻しに来たんだけど、味方いるな。やべえ、結構激戦っていうかなかなかいい試合をしてる。この真ん中のマップを守りつつ B を取りたいけど、こう今さっき上登っていった、今通り過ぎなかった。やべ、なんかガクってなった。はい、よいしょ。そうそう、弾が切れそうなんだ。あー仕留めきれなかったか。やべ、 C が取られてるじゃん。弾を補充して、やべ、よし、やべやべやべ、ロードキル。おお、いっぱいいる、いっぱいいるよー。うっそー正面のやつ味方やってくんないのか。あいつかっこいいなマントみたいなの背負ってんだけど、砂嵐が起こるからなのかな。このマップ砂嵐が起こるんですよね、天候の変化で。まあ多分半分ぐらいいったら起こるんじゃないかな。時々起こんない試合っていうのもあるように思うんですけど。あれ、こっち出口がない。おー怖い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 。あそこ装甲車詰まってないか。いいか、そこにいるのは分かってるぜ。
シー投げるぞ。いってぇ、でいや、なかなかやるな。これなんだ。ああ、俺と同じあれね、援護ね。じゃあ次の陛下行きますか。砂嵐が来る前にこのスナイパーをやっておきたかったんで。さあ今作のスナイパーはなかなか難しいんですけど、こういう、マジ中心の旗をね取ってる、一発やられなかった。中心の旗を取ってる時に周りから攻めてる時は強いと思う。あー、こっから湧くのがいいかな。そもそも近いし、装甲車からの射撃が怖いんだけど、どこにいるんだろう。We have taken objective Charlie. こっち側には敵来てないな。あー、やばいやつがいる。あー、やばいやつがいる。これは死にかな。こっち側から行くか。どうせ撃ってこないでしょ、こんだけ離れてたら。We have taken objective Darth. あ、C 取ってんのか。じゃあなんか入ってもいいかな。中入るときは本当に住宅街制圧してるときじゃないとやられちゃうんでね。いるね。どうせ部屋の中に入ってんだろ。知ってんだよ、顔出せ。いた。くそ、あそこでうろちょろしようって当てたけど、くそ、あれダメだな。よいしょ。よしなんとか打ち勝った。相手すげえ警戒してたな。ここの屋上でイモイモしようとするかな。屋上登れんのか。いけたわ。さて、向こうから攻めてくるやつは、はっ、どっから撃ってきた。じゃスナイパー上手い人がすごいいるんだけど。おっと、撃たれてんのかなこれ。あー、向こうで本当にチラ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 当たったけど、あ、ショート。向こうで本当にチラ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 してるな。坂上登ってこい、誰か。うわー、タンクね。砂嵐が来ないな。そろそろ来るような気がしたんだけど。おーっと、結構取られてる。この D を、あ、やべ、来てるくね、これ砂嵐。若干きかけですね。1人降りた。あ、勝ったのか。全然スナイパーのいいとこ見せれてないんですけど、まあ初戦ということで全てのね陛下を使うことができたんで、これをアップしたいと思います。というわけで、お疲れ様でした。また次回の実況でお会いしましょう。